作家山本人間雄造。岸田国夫。作は人なりという言葉は言い古された言葉だが、これは正面から解釈をすると当たらぬ場合がある。作品の一つ一つを取ってみても、ある作家の作品全体についてみても、この人にしてこの作ありとはいささか意外だと思うようなことがある。それはつまりある作家は 自分のうちにあるものを直接に表さず、自分の心に映るものを好んで表面に出そうとするからである。その映り方や出し方に、その作家の人が浮かび出るといえば言えるのだが、そういう種類の作家は往々好んで自分のうちにないものを求めて、これに興味を持つものであるから、作品の姿や調子からでは、その人の姿や調子はつかみ出せないのが骨である。 前者が生み出す作家だとすれば、後者は作り出す作家であると言えよう。さて、我が山本雄三は極めて例外的な作家で、この2つの傾向を創作の2つの過程に取り入れ、生みながら作り出す非凡な事業に成功しているのである。彼の作品が厳粛で、壮年的で、渋みを尊ぶにもかかわらず、 誰にも興味を持たれるだけの普遍性があり、誰をも感動させる熱と力とがあり、従って今日、最も性望ある作家の一人となったゆえんは、しかしただそこにあるのではない。彼はその作品に、彼自身のあらゆる美徳、日本人が古来、最も愛してきた美徳の数々を持っている。彼の作品に一つの顕著な風貌を与えるとすれば、 それはおそらく頼もしさであろう。我々の歴史は実にこの一語にあらゆる道徳的陶酔の秘密を託してきた。私が彼の擬曲のことごとくにいまいましくも涙を絞らされ、なぜに泣いたかを考えてみると、それら擬曲中の人物があまりにも頼もしすぎるからだと言い切れるのだ。だが、こんなことばかり言っていてはならぬ。私は 彼の擬曲家としての才能。日本近代劇山脈の広報として、彼の傑作がいかなる美学的特色を持って現れたかを語らなければならないが、残念ながら指数に制限がある。彼の劇的作品は手法の上から見て2種類に分けることができる。第一はいわゆる伝統的ドラマツルギーの定石を踏んだストリンドベリー的作品。 第2は新しい戯曲美の要素から成り立つチェーホフ的作品である。英治殺し、同志の人々、坂崎出羽守などは前者に属し、女中の病気、海彦山彦、西郷と大久保などは後者に属している。そして不思議なことには、この分類は必ずしもその制作年代の順を追っていないことだ。この事実は 彼の芸術的霊感が、いたずらに理論と自流に左右されず、常に独自の面目を発揮している証拠である。最後に、彼の小説、波が、この週に加えられたことを喜ばなければならぬ。なぜなら、この一作によって、大劇作家、山本雄三は、骨女として、大小説語る一面を示し、我が文学史に貴重なページを増すこととなったからである。 戯曲において人間有造の眼差しを感じ得なかった読者観客はこの小説で明らかに鮮やかにその頼もしき作者の心に触れうるだろう。そしてその心は諸君に人生の光を与えるだろう。